ああ疲れた。世間は土日で休んでるのに、サービス業だから休みなくても疲れちゃう。やばい。足つった。誰かつま先をグイーンってやって、痛いよ。そうだ、誰もいないんだった。俺曲がっちゃう。助かった。生きてるっていう実感がする。そうだ、これからメイク落とししないといけないんだった。めんどくせえ。いつもこうなっちゃうから、家に着いたらすぐにシャワー入ろうとしてるんだけど、家に着いたらまずこうしちゃう。もう横になったら最後、起き上がる頃には 2,3 時間経ってるといういつものパティーン。でも動きたくないんだもん。チャイお仕事頑張ったんだもん。よし、今日のチャイは違う。起き上がるよね。せーのよ。起き上がれたの顔だけ。最後の力振り絞ったのに。